皆さんこんにちは。中間アップデートの 4.7.0 PTB が来ましたということで、まあ、昨日ね、4.7.0 の変更点の動画を、まあ、出したんですけれども、もうすぐにね、PTB が来ましたということで、今回はまあ、どんな感じに変わったのかっていうのを、また改めてね、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ほぼね、記載通りっていう感じなんですけれども、キラーのね、アドオンですよね。アドオンがね、あそこに記載されてないものも結構変わっておりましてですね、例えば、ハントレスのヒローノなんですけれども、昨日の動画でね、あれ、ヒローノ変わらんのかい結局と思って、ヒローノ大丈夫やったんやと思ってたんですけど、結局蓋を開けてみたら、なくなっていました、ね。まあね、なんだかんだあそこに記載されてないアドオンも変わってたので、今回はまあ、その、アドオンの変更点っていうのを改めてちょっと見てって、で、デモゴルゴンでね、1試合をやってきたので、その動画をその後に、見ていただこうかなと思います。じゃあまずフレディからね、見ていこうかなと思うんですけれども、この辺は多分変わってないですよね。この辺は多分変わりなくっていう感じですね。で、まあ、フレディはね、記載通り変わってるのが、まあ、このまず黒い箱ですよね。開いて間もない脱出ゲートが10秒間封鎖されるという。まあ、本当にウルトラレアドンなのかなっていう、ちょっと、どう使うのかまだ思いつかないんですけれども。まあ、黒い箱が変わっています。で、スイングチェーン。足音が 50% 増大するということで、まあ、足音がだいぶ聞こえやすくはなるというアドオンに変わりましたね。まあ、けどアドオン持ってってまで、かなーっていうところはちょっとありますけど、50% でかくなるっていうのは、まあ相当聞こえるようにはなるんで、まあ、どっかで使えることもあるんではないかなと。けどやっぱり前のね、アクション速度低下に比べるとやっぱちょっと弱くなったなーっていうところですね。で、まあこの辺も変化なしですかね。で、まあやっぱりドリームパレットに関してはやっぱり7枚に減ってますね。縄跳び用の縄が、痛みによるうめき声が 50% 増大するっていう、まあちょっとした前鳴みたいな感じの効果に変わっているということですね。はい、まあ、この辺も変わっているのかな。屋外用ロープ、発電機を修理する音が8メートル離れた距離から聞こえる。この辺も変わってますね。まあこの屋外用ロープ、縄跳び用の縄はスイングチェーン黒い箱あたりですかね。他は多分変更なしっていう感じかなと思います。はい。それではお次がハントレスなんですけれども、まず追加されたウルトラレアドーン、兵士の巻きゲートル。手斧を持ってない時のハントレスの移動速度が秒速 4.6 メートルになるということで、まあこちらはね、記載がありましたね。で、玉虫色の刃。で、ここにはね、書いてないんですけれども、他のこういうね、手斧を増やす系のアドオンの効果を受けなくなる。なので、まあ常に一本持ちになるということで、ちょっと弱くはなりましたけれども、ワンパン斧は健在ということで。で、こちらがまた新しく追加されたアドオンですね。木製の狐。リロード後10秒間探知負荷のステータス効果を得る。まあ、ロッカーで手斧を補充した後、探知負荷になるというアドオンなんですけれども、ハントレスって鼻歌歌ってるからどうなのかなっていうとこのアドオンですね。こちらは。で、こちらがね、ちょっとまた新しいというか、岩弁慶。命中した対象が30秒間妨害効果に苦しむというアドオンですね。まあ、妨害効果に苦しむっていうアドオンは前あったんですよね。1の種の調合物っていうアドオンがあったんですけれども、なんか岩弁慶に変わってます。なんでかわかんないですけど。で、毒性の調合物。で、こちらがね、手斧が命中したら90秒間疲労になるという効果だったんですけれども、命中した対象が5秒間疲労のステータス効果ということでね、ちょっとたった5秒になってしまったということで、めちゃめちゃやっぱり弱くなったかなというところですね。まあ、前のちょっと90秒が強すぎたっていうのもあるんですけれどもね。で、やっぱなんといってもね、鎖蛇の毒、変更ないんかあれと思ったら、やっぱりなくなってますね。完全になくなってるんですよね。で、新しく多分追加されたのがこちらの黄ばんだ布かな。手斧を飛ばす速度が 10% 上昇。手斧がちょっと速くなるんですかね。ちょっとこれ面白そうなアドオンだなと思いました。で、命中したターゲットは10秒間行動不能のステータス効果に苦しむっていうね、こちらの
なんていうんやろうね、重りのついた刃でいいのかな。命中したターゲットは10秒間行動不能。こちら今までなかったですね。行動不能っていうのは、あれなのかな、窓とか板、窓越えたり板倒したりもできなくなるとかのアドオンだったら、普通に強いかなとは思いますね、こちらのアドオン。はい、最後にデモゴルゴンですね。デモゴルゴンはね、だいぶウルトラレアドオン強くなったなーって思いまして、まずこちらのフケ状の地衣類ですね。裏側の世界を横断している間とポータルから出現した後3秒間全てのサバイバーのオーラが見えるということで、まあ、こちらもともとね、裏側の世界横断中、全ての負傷したサバイバーのオーラが見える。負傷したサバイバーのオーラが見えるよっていうアドオンだったんですけど、全部見えるようになると。もう裏側の世界横断中は全員見える。で、ポータルから出現した後も3秒間、持続的に見えるということで、こちら非常に強いなと思いますね。で、赤い糊ですね。こちらがもともとポータルから出現した際に殺人鬼に適用される不明のステータス効果の持続時間をとてつもなく延長。まあもともと10秒間探知負荷が延長されて、裏側の世界を移動するための待機時間をとてつもなく増加させるということで、ポータル移動のクールタイムっていうのが24秒長くなると。結構長くなってたんですけど、こちらが裏側の世界を横断する際、デモゴルゴンは狙ったポータルへと静かに出現するが、出現速度は低下するということで、まあなんか今結構やっぱうるさいんですよね、デモゴルゴンって。これがね、多分無音になるとかなのかな。うん。結構強いんじゃないですかね。ポータルから出現したデモゴルゴンに適用される探知負荷の効果持続時間がとてつもなく増加するなんで、これは多分変わらず10秒とか増えるんですかね。なので、今までだったら、クールダウン。ポータルを使えるクールダウンがめちゃめちゃ長くなってたっていうデメリットがあったのがなくなって、さらにね、狙ったポータルへと静かに出現するっていう効果が追加されてるので、だいぶ強くなってるのかなっていうところですね。で、ライフガードのホイッスル。こちらは記載がありましたね。殺人鬼の本能による発動済みポータル付近のサバイバーの位置表示が、深淵のイザナイのチャージ不要で勝手にね、見えるようになるというアドオンですね。まあ、探知としてはめちゃめちゃ強いアドオンなんですけど、まあもともとね、こちら疲労効果をね、付与するアドオンだったので、ポータルの上に行くと。まあ、ちょっと、あれを変えてしまっ、あれを変えられたのがちょっとなーっていうところではあるんですけど、まあまあ、今でも十分これは強い効果かなとは思います。あ、こちらがね、使用できるポータルの数が2つ減少。裏側の世界を横断する殺人鬼の移動速度がめちゃめちゃ速くなると。けど、使用できるポータルの数が2個減少するよという、まあ、こちらのマイナス効果は多分今までなかったので、はい。使用できるポータルの数が2つ減ってしまうというデメリットが追加されていると。他もまあ、変化はなく、このバーブのメガネ。パレットを破壊した際のシュレッドの回復速度が少し上昇。これも変わってますね。こちらはもともと、裏側の世界を横断する特殊能力の回復速度を少し、上昇させるだったので、まあ、こちらの介護官みたいな能力だったのが、パレットを破壊した際のシュレッドの回復速度が速くなるという効果に変わっていると。で、腐ったカボチャですね。こちらがまあ新しく、効果が変更されたアドオンなんですけれども、こちらは記載があった通り、裏側の世界を横断する際、侵入するポータルが破壊されると。で、横断するとブラッドポイントを200追加で取得するっていうアドオンですね。こちらね、使ってみたんですけど、普通に強いですね、このアドオンは。どこでも、どっからでもね、行きたいところにワープできるようになるんで、非常に強かったですね。はい。能力の変更点とかに関しては、中間アップデート 4.7.0 の変更まとめという動画でまとめていますので、そちらをご覧いただければなと思います。それでは、デモゴルゴンで1試合ね、試合をやってきたので、そちらをご覧ください。はい、コールドウィンドファーム、トーメントクリークですね。サバイバーがね、コールドウィンドファームしてオファリング使ってくれたので、早速グラフィックアップデートされたコールドウィンドファームに飛ぶことができましたということでね。めちゃめちゃ明るいな。めっちゃ明るなってるな。ん？なんか、カラス飛んでなかった？
いたね。なんで上向いとった。よし。で、パーク構成は、ちょっとね、PC 版全然やってないので、デモゴルゴン、パーク全く揃ってないということで、はい。はいよ。まあ、普通のちょっと構成になっちゃうんですけれども、バベチリ、イタチが飛び出した、タージ、そしてダークデボーションという感じになっております。特にコンセプトはないです。で、開いて、で、アドオンにですね、新しくなった腐ったカボチャですね。バーブのメガネ、持ってきております。まず腐ったカボチャがですね、ここ開いといて、あ、この辺で使えるかな。で、ここをポータル開いて、飛ぶ。あ、早いね。ポータル移動やっぱ早なってるね。ポータル間移動早いわ。で、ああいう感じでね、飛んだ側のやつがすぐ壊れると。はいよー。飛ぶときに、よいしょ。飛ぶときに使った、ポータルがすぐに破壊されるので、なんかもう気にせずどんどん、ポータル使ってワープができるっていう感じ?ほい!あー、くそ!ちょっと、ずれた。イタチしまして、よいしょ。これは殴れるかな。はいよー。よし、で、はいはいはい。で、バーブのメガネがですね、シュレッドで板を割ったら、ほい!シュレッドで板を割ると、まあ、復帰が早くなる。クールダウンが早くなるっていうアドオンですね。こちらも新しく効果が変わったアドオンと。今ここのね、ポータル使っちゃうとあのポータル壊れちゃうんで、見えてたな。まあ、こういう感じで普通に、適当に置いて、飛びたいところに飛んだら、まあ、飛ぶ方、飛ぶのに使ったポータルはもう勝手に壊れてくれるんで、非常にこれ便利。この辺いそうだな。あー、なんか音するな。あ、いるね。いてー!ほい。あー、ちょっと早いですね。今までよりちょっと早いかな。あ、もう一人いる。お。OK? さあ、ちょっとその辺のポータル開きたいんだけど、まあ、こういう感じでどんどん飛んでいく。だからほんとフレディ並みのね、発電機ワープになってるんじゃないかな。このアドオン使えばですけど。スピードもめっちゃ速いしね。必要なっとるな。いる。これは届かない。もう一人おったけど、お?え?まあまあ結構ね、PTB なんでサバイバーもお遊びでやってる方が多いと思うんで、まあまあ、試合がどうとかっていうよりも、この新しくなったデモゴルゴンが、どんな感じかっていうのが伝われば、いいかなとは思うんですけど。で、あとはまあこの新マップの、トーメントクリークですよね。早いね。お?出たー!ボロタイ!まあまあまあ、けど、さっきのは多分、どっちにしろ信用範囲は入ってたかな。出たよ、ボロタイ。歩くのがめんどくさいときはこうやってポータルで移動する。よいしょ。いないね。ねえ、こっち行ってる。で、はぁ。それは届く。オッケー。これ割っといて。
いやー、このアドオンいいですね。腐ったかぼちゃめちゃめちゃいいですね。で、やっぱり、ポータル間移動も早くなってるから、会いやすくはなってるかな、だいぶ。で、3人で回してるけど、こうやって、すぐに飛ぶことができると。うん。イタチとかなり相性が良さそう。イタチとかバベチリ、バベチリみたいなね、探知してすぐに飛ぶみたいなのがしやすいんで、いいね。で、すぐ戻ると、ナイス。よいしょ。またボロ体か。ボロ体か。例えば、怪我の怪我の光明は今のところいないね。足跡も消えるという、凄まじく強くなった怪我の光明は、おいしょ！あー、くそ。怪我の光明はいない。OK。で、サージ。よし。で、この人終わりやったかな？どうでしたか？ほい。終わり。で、いないから、まあ。どうしようかな。こっちも。まあ、ここはいいか。あ、で、ポータル移動した後の、クールダウン見てなかったな。どうやろ。あー、早いね。何秒ぐらいかな ?10 秒ぐらい、これ。で、もう使えるでしょ。あ、早いね。早い早い。で？うん。ポータルがだいぶ使いやすくなってますね、だから。よいしょ。いいですね。めちゃめちゃ明るい、ほんで、コールドウィンドファームが。すごいね。よいしょ。めっちゃ見やすいけどね、明るいから。なんか DVD じゃないみたいな明るさしてるよ。よいしょ。いないか。あー、そっちか。で、ここのポータルも邪魔なんで、これで壊せる。あ、便利だねー。アンチ負荷の時間はどうなんやろ。あんまり伸びてなかったね。多分2秒。3秒ぐらいやと思うんやけどな。3秒ぐらいかな。で、また飛ぶ。あ、間違えた。ほい。いや、2秒ぐらいじゃないか、探知負荷。変わってない気がするけどな。よいしょ。で、はいはいはい。え、そっち、お、マジ、あー、出られた、出やったー。ゲイ、よいしょ。で、そろそろあそこの一番端っこの発電機が心配。あ、やっぱやってんな。よいしょ。ただ、こうやってすぐに飛ぶことができますと。いらないポータルは勝手に壊れてくれますと。素晴らしい。ちょっとウルトラレアドンとかも気になるね。あ、やっぱいたか。ヘイ。ウルレアも早く使ってみたいね、これは。あ、ここ、ここいた。あ、ない。よいしょ。板ないんだ。なんか板が少ない気がするな。ここら真ん中に板ないんやな。よいしょ。ここだいたい1枚、
2枚、まあ、1枚はあるんやけど。よいしょ。え？だって、なんか一人こっちに走ってったのはチラッと見えたけど。なんかしかもさっき猫歩いてなかった。あれ気のせいかな。なんか猫歩いとってるね。ほい。はい。で、は、あー、くそ！おっと？じいじもいたけど、お、その窓使わないか。はいはいはい。ん？マジか。あー、飛ばない。いいね。ただ、はい、オッケー。あーって、ちょっとさっき、あー、間違えた。さっき、はい。ちょっと見えたジージがどこに行ったのか。ん？あ、ネズミか。猫かと思った。でけえな、あのネズミ。いないかなー。あ、釣っちゃうか。うん。ポータル間移動はだいぶ早くなってますね。よいしょ。そういえば全然、よいしょ。ダークデボーション全く、なんか、使えてなかったな。あーっと見えたけど、めっちゃ走ってるな。あれは、ハッチ分かってる感じか？なあ、分かってたね。はい。というわけで、新しく調整されたデモゴルゴン。まあ、能力はほんとパレットじゃない。パレットに引っ張られた。ポータルはだいぶ本当に使いやすくなってるなっていう印象で、まあ、あとはアドオンですよね。やっぱり腐ったカボチャはすごく使いやすいですね。これがコモンであるっていうのは非常に、はい、いいかなと。もう、常に積んでってもいいぐらい、実用性は非常に高いかなと思いますね。あと、まあ、バーブのメガネに関しては、前より、以前の効果よりはこっちの方が使いやすいなと。あとは本当ウルトラレアドンがね、強化されてるので、そちらも使ってみたいなとは思いますけれども。まあまあ、サバイバーもやっぱり、ちょっと、うん。そんなにめちゃめちゃやってるっていう方でもなかったんですけど、今回は、デモゴルゴンの能力とアドオンがね、ある程度伝わればいいかなと思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter のフォローもお待ちしております。コメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。